戦国武将紀行、松平、これたらこ、家たらこ、初代、二代、それから三代、四代と、この4人の方の、ね、墓石がここにまとめられています。ここは三河本興寺さんですね。初代の忠貞公というと随分前の時代になってしまいますので、後年の3代これたらこ、4代家たらこについてちょっと簡単に触れたいと思います。まず3代のこれたらこ、これたらこの子が、これが一っていう字ですよね。これ他にも書き方あるみたいですけど、この方で一番有名なのは織田徳川連合軍と武田軍が戦った長篠の戦いの前哨戦でですね、まあ、武将級の人が唯一亡くなったということで、この方もともと宇土の長持ち公の娘さんが奥さんですよね。でやっぱり三河、遠州もそうですけど、もともと今川の家臣だった、もっと言えば足利の家臣だったっていう人たちは多いんですけども、松平家の勢力伸長に伴いですね、松平、特に松平元康、後の徳川家康の松平宗家に従っていったということになります。でこの時は酒井忠次の配下にいたので、忠次の別動隊とともにですね、武田軍の裏をかくということでですね、これ忠子も戦ったわけですけど、見事というか、裏をかかれたというか戦死してしまって、結果的にこの戦いは酒井忠次軍が勝ってですね、武田の、いくつかの砦を落として、何か、有力な武将が、ね、亡くなって、討ち取ったと、要するに勝ったわけですね、徳川軍が、はい、で4代の家忠公、この方はもう言うまでもなく家忠日記の著者であまりにも有名な方です。で奥さんが刈谷の水野忠脇子の娘さん、家康公の、いとこになりますよね。でこの方たちも、水野家もね話すとたくさん長いんで、要は家康に従っていったと、特に家康公の聖母お代の方が水野家出身ということもありますので、後にですね家康公が関東に移られた時に、武蔵の御師ですよね、の上司ということで有名です。でこの方もですね、実は京都の伏見城の戦いで戦死してると思います。そのこと書いてないですね。高天神等に先人、もし一万石となり、一万石になりって書いてあるな。ああ、そっか。ちょっとここではそのこと触れてないですね。下総の国っていうのは、要するに家康公が入って、そのずっと後の話、関ヶ原の話ですからね。いわゆる戦死してるという方になりますね。初代から、4代の墓碑、3代、これ